ゆきチャンネル。願い事叶うかな。この子はてっちゃん。電車が大好きな男の子。今日は七夕の飾り付けをするんだって。ついに七夕だ。早くお家に帰って飾り付けしたいな。てっちゃんはとっても嬉しそうです。するとそこにライちゃんがやってきました。あ、てっちゃん、買い物帰り？うん、七夕で使う折り紙と糊を買ってきたんだ。そうなのね。私もさっきまで七夕の飾り付けをしてたの。七夕楽しみだね。ライちゃんはもう願い事決めたの？うん、私の願い事はね、ハローキティ新幹線に会えますようにだよ。するとカン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 。え、あれって？てっちゃんとライちゃんの前をハローキティ新幹線が通り過ぎていきました。願い事叶っちゃった。ライちゃんはとっても嬉しそうです。もしかして僕もお願いしたら叶うかも。よーし、アルファ X に会えますように。あれ、てっちゃんの前にアルファ X は現れません。きっと偶然だったのよ。アルファ X は珍しい車両だし、さすがに難しいんじゃないかしら。そうだよね。あ、そろそろ時間だ。お家に帰るよ。てっちゃんは諦めて帰ることにしました。てっちゃんがお家へ向かって歩いているとパパに会いました。てっちゃん、ちょうどよかった。渡したいものがあるんだ。え？渡したいもの？はい、アルファ X のプラレールだよ。僕がずっと欲しかったやつだよね。うん、短冊に書いてあったからね。パパ、ありがとう。てっちゃんはアルファ X のプラレールをもらって大喜びです。よかったね、てっちゃん。おしまい。